小麦粉粘土の始まりだよ。まあ、3歳ぐらいまでのお子さんはまだこう口に物をいろんなものを口に入れてしまうということがありますので、口に入れても大丈夫なようにということで小麦粉で粘土を作ってます。お水を入れてよくこねて、それからちょっと油とお塩を入れてこねていくと、こうすべすべっとなりますし、柔らかさはお子さんに合わせて、小さい時には柔らかめにする、でだんだん硬くなっていくっていうこともできますし、まあ、それに食紅を入れて色をつけるということもできますので、まず感触を楽しむ、慣れるっていうことがありますね。わあ、すごい。やっていい？どうぞ。少しちょっと硬いね。何作ろうかな。何でもいいよ。じゃあ、トマト大きいお好み焼き作る。母ちゃんが餃子作るよね。じゃあ、トマトは。じゃあ、餃子作るのは大切だね。うん。大変だ。焼くだけじゃないよ。違うよ。作るだけじゃん。ママのおうち。おうち。やっぱり指先の動きですね。細かくちぎること、それから伸ばすこと、それから丸めることっていうことが動きですよね。それによってやっぱり脳に刺激がいって手が動くということですから、それのこう繰り返すことと、あとは感覚ですね。いろんなものに触れることが大事なので、やっぱり柔らかいもの、硬いものって、お砂を触ったりっていうことも全て感覚、子どもたちが嫌がらずにいろんなことができるようにっていうこともあって、粘土はまあ柔らかいし、まあ、突然幼児さんの粘土だとちょっと油粘土で硬かったりとかっていうのはありますけど、まあ、2歳である程度経験してると、この硬さに合わせて力を入れるっていうことができるようになってきますから、硬いものもちぎれるっていうのがだんだんできてきますよね。でそれによってこう今度は造形の面白さも合わせてね、感覚とともにそれで何かを作り出そうという、そういうこともこう気持ちの上での楽しいっていうか表現も出てきますから。お財布、パスタネット、小膜はお好み焼き、ゆうたくん、えのき作った。これ見て、キキレンジャーのカエル、プツプツプツ、僕ら食べずダメ。何回か繰り返しているうちに、まあ、最初は偶然できたものが何かに見えて、何かができたって言ってたものが、今度は意図的に自分で作ろうとして命名して、この向けだとかなんとかってね、言いますよね、うん、下に何か引いて、まあ、お家だとね、汚れるのはきっと嫌でしょうから、お机に向かってあんまりあちこちにこの持ったまま歩いたりちぎったり投げたりすると、後で片付けるの大変だったり、踏んづけて畳のこう目に入っちゃったりとかっていうことも出てきますから、場所を決めてここの机でやろうねみたいな、でお母さん一緒にね、隣に座ってあげるとかして、できたものをあすごいねとかって一緒にやりながらね、やっていただけると、お子さんもあここでやるんだって、これをやるときはここに座るんだっていうふうに分かってきますから、それをあちこち動いてるからって自由にさせてると、もう部屋中散らかりますから、お母さんももう片付けの嫌で、もうこれはやらないわみたいになってくると思うんでね、やっぱりその辺は気をつけていくと、怒らないで楽しくできるかなって思いますね。あれは
何日か経つと腐ってきますから、酸っぱい匂いしてきますから、そしたらもうあのバイ菌が繁殖してるってことですから、それはもう使えないですね。だからもし 何回か使いたいと思ったらば、ビニールにピチッと入れて冷蔵庫にしまって、でまた出して使って、待っても3回ぐらいで終わりかな。うん、長い間は持ちませんね。お家でいくらでも遊ぶ方っていろいろあるけど、麦粉粘土も一緒に楽しめる一つだし、またそれが一緒にお料理を作ったりっていうね、クッキーを作ったりとかっていうのは、まあ生地は全く同じ作り方ですから、それで形作ったものでクッキーを焼いてあげると、自分が作ったクッキーっていうふうにもなりますから、いろんな広がりは出てきますよね。